コロンビア最高裁選挙事件は、1985年11月6日から11月7日にかけて、コロンビアで起きた人質事件である。11月6日午前11時35分、首都ボモタの最高裁判所兼法務省ビルに、左翼ゲリラ組織4月19日運動の武装ゲリラ35名が侵入し、警備員ら2名を殺害し、国会議員や市民、 判事12人を含む約300人を人質に取った。M-19 はベリサリオベタイクールコロンビア大統領との和平のための直接交渉を要求したが、アルフォンソレイエス最高裁長官の攻撃中止要請にもかかわらず、治安部隊は事件発生3時間後から EE-9 カスカベルなどを使って突入作戦を開始し、約200人の人質を救出。 28時間にもわたる激しい銃撃戦の末に最高裁を制圧した。ゲリラ全員を殺害、制圧することには成功したが、最高裁は炎上し、最高裁長官と判事11人、軍兵士48人と市民60人を含む人質115人が死亡するという大惨事となった。なお、この事件の背景には当時深刻化していた麻薬問題があり、 麻薬密売組織メデジンカルテルの最高幹部、パブロ・エスコバルが、自身のアメリカ当局への身柄引き渡しを阻止するため、M-19 の指導者、カルロス・ピサロに最高裁長官の暗殺と、麻薬関連書類の焼却を依頼し、ピサロが230万ドルで引き受けたとされる。また、最高裁は軍による、左翼活動家に対する人権侵害を審理していた、ため、混乱にじて、 治安部隊による証拠隠滅のための意図的な放火や目撃者の殺害が行われた後の情報もある。事件を起こした M-19 は事件の5年前の1 9 8 2年2月27日に在コロンビアドミニカ共和国大使館選挙事件を起こしドミニカの独立記念日を祝うパーティーに参加していたアメリカやエジプトなどの各国大使ら52人を人質に 政治犯の釈放を要求する事件を起こしており、事件から六十一日後に、コロンビア政府が要求の一部に応じて、犯行グループはキューバに出国した。この事件は九百七十五年八月に、日本赤軍が、マレーシアクアラルンプールの米国大使館と、スウェーデン大使館を占拠、米国大使らを人質に、日本政府に、ア間山荘事件で逮捕された同志らの釈放を、 要求し、日本政府が重宝機的措置で、これに応じた事件を参考にしたと言われ、当初は、ボゴタの日本大使館を襲撃する計画だったが、当時、日本大使館は、高層ビルの最上階にあり、長期の牢状には不向きと判断、平屋建てのドミニカ大使館を狙う計画に変更したとされる。なお、1996年12月17日に、 発生したザイペルー日本大使皇帝選挙事件で、犯行グループのトゥパクアマル革命運動は M-19 と共闘関係にあり、MRTA は M-19 のドミニカ事件を参考にしていたと言われる。ちなみに、M-19 は1990年に政府との和平に応じて武装放棄し、合法正当化された。この事件を機会に、陸軍に、 都市テロ対策特殊部隊が設立された。また、同盟のアハー部隊は海軍にも設立されている。事件から20年後の2005年に、当時のコロンビア軍情報機関 B-2 のエージェントだった男性が、ジャーナリストの M マヤに、事件の真相を告白したとされる。マヤは元 m、m 十九ゲリラの上院議員 G ペトロとの、協調で2006年に、プロイビドールビガール。 ドスミロドスソブレラ、トーマデルパラチオデフスティシアという著書を出版した。2010年6月9日、コロンビア司法当局は、当時の陸軍大佐、ルイス・アルフォンソ・プラサスベガの責任を認め、禁錮30年を宣告した。2015年12月、元大佐と元少佐に禁錮40年の判決を言い渡した。ありがとうございます。